はい、じゃあ、えっと、時間になりましたので、えー、ちょっとねお話し会の方を始めていきたいと思いますじゃあ皆さんこんにちはこんにちは<ー>えー、まあ物つ八ヶ岳の滝沢太平と申しますえー、まあ今日ねあのゴールデンウィークにもかかわらず皆さんあのお越しいただきまして本当にありがとうございます八ヶ岳あのとても暑いですねあのこ今日は多分 あの相当暑いい日になると思います昔ね僕ここに来て今ね11年目になるんで2013年の8月ぐらいにですね八ヶ岳には完全に移住した形なので、まあ、ただ八ヶ岳そのものはもう2011年のね震災直後から、えー、ちょこちょこほぼ毎週のように通ってきてましたから。 ここを知ってからもう13年ぐらい経つんですけども、本当年々暑くなってきてるんでね、えーまあ、僕がその十数年前まではね、本当、やつはけていったらもう、避暑地の天国みたいな場所だったんで、えーまあ、こんな時期でも結構ね、涼しくて気持ちよかったんですけどその頃に比べてもやっぱりもうかなり暑くなってきてるなって思うし、えー うん、その13年でただ熱帯夜は一回も経験したことないですね。なんだかんだあの昼間は、ね、やっぱりどん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 毎年暑くなってるんだけども朝と夕方はやっぱりずっと涼しいので熱帯夜っていうのは、ね、経験したことないんでそれはもう唯一の救いかなとは思ってますね。で、えっ、ー、と今日はですねあのまあ怪しい話を期待してた人には申し訳ないんですけどもめちゃめちゃ 現実的な話をしますせっかくコミュニティの今日はイベントなので、えーまあ、このコミュニティにね現状とかね今後についてね結構具体的にちょっと今の構想とかをシェアしていきたいなとは思いますのでまああのそういう怪しい話はですね器物ゲストになっていただくとですね僕が2週間に1回、えー、塾を開いてそこで多分あのもうすでにちょっと怪しい話そうとしていってるんですけど あのー、今後月2回ぐらいね、えー、かなりね、そういった深く突っ込んだ話はね、えー、クローズドでやっていく予定ではあります。ということでね、えー、今日はあのコミュニティのお話なので、ちょっと資料を共有しながらやっていきますね。 まあ、テーマはオルタナティブ・ソサイティっていう今日は、ね、テーマです、まあ。オルタナティブってね、最近あのオルタナティブ・スクールとかで、ね、使われる言葉ですね。代、え、案、ーまあ、とか代替、大体ねあのー、なんでしょうね、か取って代わる、主流のものに取って変わるほにゃららみたいな、あのそんな意味が、ね、オルタナティブにはありますけれども。 まあ、ソサイティって社会ですね。なので、今のこう主流の社会にとって変わる、まあ、新しい社会っていうのが、やっぱり大きなテーマだと、そんなテーマになってくるかなと思います。まあ、これは、ね、後で話しますけど、で、えーまあ、前回ね、収穫祭って、秋の、昨年秋にもね、この辺、あのちょっと振り返りにもなりますけど、今、どこにいるのってところを、えー、もう一回ね、えー、確認しながら。 お伝えしたいと思うんですけども、今、山梨県です。大体いい結構2分の1の確率で長野県ですよね、ここって結構言われるんですけど、えー、山梨県ですのでね、えー、お間違いなく。あのでも、まあ、関西の人とか、土地勘がない人からすると、ね、山梨県がどこにあるかって結構、あのイメージが、ね、全然つかないあのケースが多いんですけども、まあ、こんなところですね、本当、日本の真ん中らへん。 で、えー、山梨のね、どこにいるのっていうところで、えー、北杜市っていうところに、今現在皆さんあの、会場にいらっしゃる方はね、います。赤くなっているところね、えー。山梨の、まあ一番上の方ですよね。一番北、あの北の森って書いてますからね。北杜市っていうところで、まあなんか地形的に見るとね、ほぼ長野に、もう半分以上ね、 えー、食い込んでるような形なので文、えーまあ、文化化的には長野の文化もかかななり入ってきてきいいるかなと思いますで僕が、ね、ここに来た、あのー、八ヶ岳の印象っていうのは、えー、結局山梨でも長野でもなくてね、えー、八ヶ岳の人は八ヶ岳って自分たちのことを言ってるので山梨県民とか長野県民っていうような意識も、あのー、薄くてというの、まあ移住者が、ね、とても多い。 えー、ゾーンなのでね、えー、ここの、ね、八ヶ岳って山の,あの周辺に住んでいる人たちはみんなこの地区のことはね、あの長野のどこどこですっていうよりは八ヶ岳の人間ですみたいな感じでね、だからそこは県もあんま関係ないのかなと思ってますけれども、まあ、こんな、えー、場所ですね、北杜市で、き、え、ょ、ー、は、ね、ちょっとあの北杜市についても、ちょっと詳しく最初ね、お伝えします。 まあえー、っていうのもね、これから移住を考えている人も今すごい多くて、えーまあ、おそらくね、一つはコロナ禍もあったし、働き方が変わって、えーまあ、別に都会で暮らさなくてもいいやっていう人も増えてきたっていうのが一つの理由と、えー、そういう、ね、そ自分のこう仕事の、ね、面でのこう働き方の変化っていうのと、あとはあのー、身の回りの人と、 なんか価値観が合わなくてえ、都会にいるとどうも疲れるっていう方も多いんですね。下手すると家族の中でも価値観が合わなくて、えー、ちょっと逃げ場が欲しいみたいなね、そんなあの方の相談もたくさん受けるので、でそれに加えて、今年に入って、2025年の7月が怖いので、八ヶ岳に来ますっていう方も <laughs> いっぱいいるんですね。 なんとなく知ってる人は、ね、知ってると思うんですけどね、よくネットとか YouTube でも最近すごい話題になっているね、2025年7月になんか隕石が落ちるとか、大津波が起こるとか、まあ、大地震が起こるとか、そういうノストラダムスを再来させるような、あのー、情報が出回ってますけれども、えーまあ、その理由で、えー、この八ヶ岳が安全だっていう噂も YouTube とかに流れてるらしくてですね、えー、それを当てにです、ね、来られる方もたくさん。 今相談に来ていらっしゃいます、まあ、理由は何でもいいんですけれども、今、ものすごいね、えー、このエリアに関心を持つ方がまた増えている。えー、それはまあコロナの時も増えたし、3・1・1の時の後も僕みたいに、ね、増えたし、まあ、結構、ね、波があの定期的にあるんですけど、また今、なんか大きな波が来ていて、でえーまあ、移住している方も毎月のように、ね、増えてきています。 でね、この北杜市ってエリアに僕はあのいますけども,もちろんあのこれは山梨県側の八ヶ岳の南麓なので、えー、他にもねあの長野県側だとね富士見町とか、ね、原村とかあの諏訪の方とかねあの幅広く八ヶ岳に関わるエリアっていうのはあるんですけれども、まあ、今回あえて、えー、と北杜市って山梨県側の方だけ にちょっと特化するのと、さらに山梨県、この北都市の中でもどのエリアっていうところまで、実はこれはあんまりまでね、えー、深くそこまでね、えー、とそれ何六でも大、ね、体いいどこもいい場所ですよとは言ってはいたんですが、えー、ちょっと今年からはねこうビレッジ系のことを、あ,のある一つのエリアに特化して、そこを起点に、まあ、国づくりというか村づくりみたいなのをやっていくので、えー、結構細かいエリアまで、ね、説明したいなと思って。 ででではいるんですねで、えー、山梨県北杜市っていうのがね、これ、えーまあ、すごいモミジみたいな形してますけれども、まあ、ここはね、8つのもともと、ね、市町村じゃなくて、あの町村ですね、村と町が合併して、今、北杜市っていう形で、まあ、2006年ぐらいからね、6年から7年ぐらいにかけて、そういう合併が繰り返されて、なのでもう17、八8年、ね、北杜市になっては経っていますけれども、 もともとね、こう、8つの村、なんか、八つ岳だから分かりやすいですね。8つちょうど、えー、偶然にもですねあの、村と町があってですね、えーまあ、それらが合併してできたんですけど、今、ここの場所は、あの、もともと大泉村という場所だったところです。まあ、この地図で言うとね、えー、あ消えちゃいましたね。ちょっと拡大ができないんで。 ここら辺がオイル村なんですけども、これよーく見るとね、ドームハウスもあの入れてあったりするんです。ここに白いドームハウスが僕が勝手に入れてるんですけども、これがあの今僕が住んでるエリアのところだし、これから作るエンディングビレッジとかも含めたそういうビレッジの中心地が、ね、ここになります。このピン 色っていうか赤く囲われたゾーンのこの右側がこれから村づくりをするね中心拠点になります。器物ハウスって、ね、今、ここの場所はこのねピンク色の建物がある場所なので、とこのねえっ、ー、と四角に囲われたゾーンがこれからあのー、開発というかですね、えー、作っていく場所になるので、えー、何が言いたいかというと、ですねもしそこに何かしら関わりたい方は、ここの このゾーンの近くに、まあ、あの移住されるとすごい便利なんじゃないかないろんな意味で便利なんじゃないかなと思っています。というのもあのこれから作る村はですねあの徒歩圏内でなるべく移動できるようにしたいんです。徒歩圏内に移動できるというのは徒歩圏内に必要なものが揃っているような設計で今デザインしようと思ってるんですね。まあ、必要なもものってもちろんクラス 場所もそうだし、えー、例えば食べ物を買いに行く、ね、食料品店みたいな、スーパーみたいなものも徒歩圏内にあったり、何、えー、かあった場合のね病院とかその診療所みたいなのも、えー、徒歩圏内、ね、子供がいると人だったりすると、ねえー、学校とかも歩いて行ける、通わせられる範囲だったり。まあ、なんか本当こう うん、理想はですね、そこでもし赤ちゃんも生まれて育ってね、あのー、幼稚園とか学校に行くようにもなって、えーで、その子供がね、もう働き始めたり、社会に出たとしても、その徒歩圏内で、えー、そうやって働く場所もあって、でそのままこう子どその、ねえー、家族を持って子育てもまたね、 しても別に出なくてもそこの村の範囲内で生活もできてでやがてその家族が年老いてってもあのその場所で安心して暮らせてそして、えー、最後までそこにいられるっていうねあのそこまでの今後イメージを持ったこうねまちづくりにしていきたいなっていうね えまあ村づくり、国作くりっていろんな表現あるんですけど、僕はね、もう国を作るっていう感覚でやってるのでね、規模はもちろん国とは言えないかもしれないけども、えー、新しい社会を作るってね、こう、もうガラッと今までの概念をひっくり返さないといけないんで、えー、概念としては新しくね、今日本ってあるけども、その中にもう一つ新しい国、社会を作るんだっていうぐらいやんないとね、やっぱりあの既存のやっぱり枠組みにはまっちゃうと、 結局、表社会の,あの今ね、もう一つの大きい社会の方がこれから、えー、崩壊していくだろうと僕は見据えていますので、えー、そっちに巻き込まれない、ね、体制を作っとかなきゃいけないので、やっぱり、えー、大きくは国っていうような、えー、それをあの新しくね、ゼロから自分たちで作るんだよっていうぐらいの、あのそういう形でね、関わりたい人にも関わってほしいと思ってるんですねで。そういう場合には、なんでね、東北圏内かっていうとね、 えー、いろんな理由がありますね1、まあ、つはこれ分かりやすく言うと本当にねもしねあのエネルギーが入ってこなかったり、ね、今後あのいろんなことが起こった場合に車がないと車がないともう生活できないよってなっちゃうとそれもそれでちょっと、ね、リスクな村なんだろうなって僕思うので、えー、何が、ね、そういうふうにあった場合でも歩いてお隣さんに行ける。 ね、どこか必要な場所に行けるっていうのはね、やっぱりすごい、えー、都会ではそれってある程度できますけどこういう田舎ってやっぱりね、えーまあ、その車とかないと生活は成り立たないっていうのが、現状をやってたときもそういう仕組みになっているんですね。でもやっぱりそれも昔の、ね、縄文人なんて当然車なんかもなくて、みんなでね、一つのエリアでえ生活してたし、いまだに先住民の人たちもそうやってね、暮らしてる人たちがいっぱいいるので。 一旦このね、えー、文明のいいところも生かしながらもそれがなかった場合にっていうことも想定しても成り立つ仕組みって考えた場合になるべく徒歩で、えー、移動できて必要な人必要なもの必要な場所に行ける環境にしたいなと思っているので、えー、エリアにちょっと今ねこだわっていますなのでこういった今言ったねここの、えー、囲われているゾーンを中心に そ、えー、そううういいいいっった必要な、ね、施設とかそういうものは、ね、作っててく計画をしていま,すまあそこが今ここは標高ちょうど1 0 0 0ルゾーンになっていて、えー、暑すぎず寒すぎずっていうねすっごい、あのー、気候的にもねいい場所になってますので、えーまあ、この八つだ南け難、ね、これからね生活を考える人とかもまあ,あのいろんな意味で、ね、この辺のエリアはおすすめでは ありますねなので、あの、まあのまここね、大泉町とかあの高根町とか、まあ,あの長坂町、小淵沢町ってねこ、いろんな、あとこっちは白州とか、あの向川町とかですね、貴、え、様、ー、町、あとなんかあったかな、えーとまあ、8つあるはずなんですけれども、明,明の町ですね、明の町っていうね、えー、全部で8つ。 あのブロックがもともと町とか村だったところがあるんですけども僕らはこの大泉っていうねこの真ん中から上のこの本当このエリアを中心に今活動をしています。でこの囲われた下のゾーンですねまあこの囲われたゾーンにほとんど含まれるかこのゾーンの中にね田んぼと畑も今3万坪ぐらい自分たちで管理していますのでえー まあそういった意味でね、畑も田んぼ今のところほぼ全部徒歩圏内で行けます。田んぼが1万5千坪以上かな、今もうね、えー、ほぼ半々なんですけども、まあ、あのー、それで今11トンから12トン近く、えー、生産できますので、まあ、1人年間ね、60キロ かなりこれはもりもり食べて毎日60キロ年間、えー、食べられ、えー、必要だとした場合には、まあた、仮に12トンあるとしたら200人ぐらいの人が食べれます。計算上食べれますかね、えー。本当にその計算で合ってますかね。<laughs> <laughs> 合ってますかね。はい。あのー、それぐらいの生産量は、え、そんなにいる ?200 人そう、200人ですよ。20人じゃないですよね。だと思います。<laughs> えーまあ、でもこれは今現時点で、えー、その1万5千坪0坪、えー、112トンっていう規模ですけど、あのー、今後ね理想はねこの10倍ぐらいまで今の体制のまま持っていきたい要は、えー、100トン超えを目指したいと思ってるんですね。と、まあ、いうことは農地の規模も今よりもね、えー、10倍ぐらいの規模を無農薬、えー、無肥料 まあそれは変わらずにずっとやっていくと思います。そこは崩さず、無農薬、無肥料で、えー、100トンを作れるような体制てなると、えーまあね、さっき200人いったけどもっとたくさんの人が食べられるようにもなるし、えー、これを、ね、その機械は使っていきます、もちろんある程度。まあ、機械がもし使えなくなっても作れる体制というのはもちろんやっていくんですけど使えるうちは機械も。 使って機械っていうのは、まあ、トラク大きいトラクターとかね、で今、今年中に、えー、と農業専門の、ね、そういう設備工房みたいなあの倉庫も、えー、新築で、ね、作る予定を考えてまして、ね、そこにもあの乾燥機とかあの精米機とかあの業務用の大きいやつも設置するようなので、まあ、とにかく、ね、100トンプラスまで生産ができる、えー、体制にこれからもう全部あの機械も設備も整えて。 いきますので,、まあ、すでに今米はね十分あの作っているんですけどもあの今後のねいろんな事態に備えてですね、えー、そこはね10倍規模まで拡大する計画は立っていますでおそらくね農地はあの今後、えー、どんどんこの5年以内とかにねどんどん空いてくると思うんでねでそこはね、まあ、取得はね困ることはないと思うんですね自分たちの体制さえ作ればどんどんん 農地の確保はできると思いますので、えー、一応ね、その今はこの辺のエリアで出てきたら、どんどん確保する、えーで、100トン生産まで目指すぞというような考えを持っています。で、これは今、えー、といる、まあとで紹介しますけどね、40名ちょっとの,あのこの器物のメインのメンバーだけでは、もうその100トンクラスなどはもちろん無理なので、まあ、これからやっぱりもっともっと 人が必要になってきますなのでね、そういった新しいあの一緒に、ね、やってくれるメンバーもあの募集していく意味でも、まあ、今回のお話ねあのちょっとあの、ちょっと続けて、ね、お話しさせていただきますけれどもで、この北斗市そのものは人口はね、4万4000人ぐらいをずっとね、推移しています。まあ、そんな大きくもなく、小さくもないんですが、だいたいこれぐらいの人数で、まあ、でも、えー 大きな流れは少子高齢化っていうのは、これ、日本全体の問題なので、これぐらいの自治体になっても、やっぱり、日本でやっぱりね、5本の指に入るぐらい、この北斗市もえ人気の町なんですけれどもね、移住に対して。それでも、もともと住んでるあの高齢者の方の割合というのは非常に多いので、全体的には人口はもちろん減ってってはねいますので、極端にねこ,れねこれから10万人に増えたいってことは絶対なくて。 増,増えたり減ったりっていうような、ね、状況ですで、えー、僕が、ね、11年前、2013年に完全に移住してからも、えーまあ、その前からも八つ当たっいいよっていうのでね、えー、かなり多くの人が移住してきています。おそらく世帯で言ったらもう100世帯は優に超えているので、えーまあ世帯、100から200世帯の間ぐらいの人たちが、この十数年の間に、えーまあ、僕を通じて、 まあ直接面識のある人もいればね、ない人も含めて、あの、移住してきてますので、で、それ世帯数なので、あの、お子さん連れとかね、ご夫婦とか親子で来たとかってなってくると、もう300人、400人を超えている人たちが、もうこのね、エリアに移住してきてますので、そう考えるとね、こう、北都市の1%近くに匹敵する人がですね、今、あの、まあ、僕関係の、えー、情報から、 この辺に、ね、移住してきているというのは、今そんな、ね、状況にはなっています。で、ちょっとこれ、うっすら見えづらいんですけども、ここにピンク色のゾーンがありますよね。これ何かっていうと、僕が今、えー、調べた限り、今、この器物の、ね、メインでやっている、キャストって言われている40数名のコアのコミュニティメンバーが、えー、3割以上住んでいるのはここです。ここのエリアですね。 はい、大泉駅っていうね、駅を中心に、そこからね、下のエリアに、だいたいコミュニティのね、えー、3割、4割近くの人が住んでいますので、なんか別にそれ狙ったわけじゃなくて、ね、だいたいみんなやっぱりこの辺を中心に、この L 字ゾーンっていうかですね、この辺のゾーンを中心に、大体今、あの中心にやってるメンバーはね、えー、集まってきているのかなとは思っています。 で、まあ、えっ、ー、と、こうやってね、平面で見るとね、分かりづらいんですけど、これ上が山ですよね、こっちが八ヶ岳で、こっちずっと裾野が広がってね、えーまあ、盆地の方に近づいていってるんで、これね、この地図で上に行けば行くほど標高が高いで、こっちに行けば行くほど標高低いんでね、この辺の、もう、さとかになってくると標高400メートルとか、えー、それぐらいになってくるんで、 まあ、ほとんど交付とかと変わらないような、ね、気温、気候になってくるんで、めちゃめちゃ夏は暑いとかね、えー、そういうところになってきますね。まあ、標高1000メートルがこのゾーンで、で僕が今見てる限りだと、移住してくる人たちのほとんどはこの標高1000メートル、まあ、800メートルよりも上ぐらいの、この辺のゾーンで、小淵沢からあのこの、ね、清里エリアにかけて、この辺に大体みんなあの移住されてきているかなって気はします。 でまあ、あの簡単にね、この辺の移住事情をお伝えすると、今、もう中古物件はね、ほとんどなくなっちゃってますね。あのもう、えー、すごいやっぱり人気が高まっているし、中古も、な,なんでしょうね、今までが一番、えー、多くあった物件がだいた1500万円ぐらい。土地の広さで200坪ぐらい。で、築、まあ2、2三30年から、 まあ、古いと40年ぐらい、20年から40年ぐらいで 2LDK、3LDK、えー、とかで1500万円前後で売られているのが今まで多かったんですけど、そういうのがもう全部消え去っていって、えーで、前まで1500万円ぐらいで売られていたのが今2000万ぐらいで、やっぱりあの売ってもすぐなくなっちゃうぐらい、やっぱり、ね、需要と供給のバランスがすごい合っていないので、決して高くはないんですね。200 まあまあ 3LDK でね、1500万とかって、都会から比べたら決して高くないんですけれども、それだけにですねえ今、急速に中古物件はなくなっちゃってはいるので、ああうちはもうねほぼ中古を扱うのはもう諦めて、うちも一応不動産の,あの仕事やってますけれども、今はもうね、争奪戦みたいになっちゃって大変なところもあるし、今はね、土地だけを中心に。 このエリア中心で、ね、今は、ね、土地を、えー、自分たちで確保して、それの,あの分譲とかそういう販売は今やってを、ね、手、え、を、ー、かけてやってますので、まあ、これから、ね、その情報はあのたくさん出てくるとは思います。でえー、土地の価格は参考までに1、ね、坪、えーうん、3万円から5万円ぐらいが、えー、平均的な相場ですね。 えー、高いと5万円以上、安いと3万円以下ってことなので、3万円から5万円の範囲だと、まあ、普通かなと思っていただけたらと思います。で5万円以上になる条件は、森の中ではないっていうこと、えー、あとは、うんと、面積がそんなに大きすぎない、えー、ちっちゃい方が高くなりますね、単価的には。まあ、200坪以下とかになってくると高くなってくる。 一番土地の値段が高くなるのは、山がいくつ見えるか。東、東西南北、どれだけの数、山が見えるかによって、プラスでどんどん加算されていきます。富士山も見えると、結構富士山はあの当たりですね、大きいですね。どっちかを決める値段には結構、富士山が見えるってだけでね、1枚、2枚も上がったりするケースもありますので。 えー、山がいくつ見えるかが、本当にこれや、八ヶ岳の土地の地価を決めてます駅の。駅から徒歩5分とか、なんのメリットにもならなくてですね、それよりも山が見える、ねえー、富士山が見えるとかね、そういう南アルプスがすごい見えるっていうのが、まあ、あの土地の価値を決める基準になってますので、その辺ちょっと都会と事情が違います。あ、えー、あととまあ、標高が高がいとやっぱりあんまりん、えー 住むのは1100メートルを超えてくるとちょっと厳しい、1200メートルを超えてくるともっとかなりちょっと過酷になってく別荘に住むには最高ですね、夏とか。ただこうであの、通年で定住で、かつ晩年までもずっと住みたいとなると、1200メートルを超える場合は、相当この家の作りを防寒にしておかないと、えー、結構ね、冬場が。 あの冬っていうのは、八ヶ岳は11月から4月までストーブを使うっていう意味では冬っていうね、えー、感覚なので、まあ、そのね、約半年をどう快適に過ごせるかっていうのが、八ヶ岳の暮らしの快適さにもつながってくるので、えー、夏仕様の別荘で標高1200メートルでその時期進んでたら、多分もう二度と来なくなっちゃうと思うんでね <laughs>、えーだそ、そういうね、たまにね、失敗しちゃう人も多いんです、知らなくて。 八つりすごいいいって言ってね、えーあ、こんな安いのあるじゃんって言って、あの1200メートル以上のねすごい夏仕様の別荘地の、えー、物件を、ね、あの500万とか800万とかで売ってたりするんですね、あのすごい安くで。ついつい買って定住しようと思ったら、もうとても,あのもう11月以降、ね、生活できなかったっていうね、で手放して、えー、下に降りてくるっていう人も山ほどいますので。 まああの標高の高さとかね、えー、冬の寒さに、ね、どうするかとか、ちゃんとそういうのは、ね、やっぱ考えて、えー、移住される方はね、えー、ご相談いただければ、何な,なり答えます。山が見える、八ヶ岳が超見えるでラッキーって思ったら、あの八ヶ岳下ろしっていう、ね、北風が吹き下ろしてきますので、えー、風がの通り道のところは、その11月から、ね、今度3月ぐらいまで、八ヶ岳下ろしっていう氷点下の。 北風が吹きき下ろしてきて止まりまりせんからねそれ日中もずっとどんなに晴天で晴れてても氷点下の風が吹いてきたりするんで洗濯物が凍ったりねしますのであの風の通り道って意外とみんな、ね、知らない景観だけで、えー、と場所を選んじゃうとその八ヶ岳おろしを直撃したりとかっていうのもあるんでね、えー、なるべく北側には森を背負って八ヶ岳は見えないぐらいがちょうど本当は良かったりとかね。 えーまあ、そういうのもね、やっぱり住んでないとなかなかわからない情報になってきますので、まあ、その辺この器物でも移住相談チームもありますし、えーまあ、やつ派の方でも、えー、そういったね、えー、細かいアドバイスはできますのでね、また具体的になったった人はね、ぜひあのご相談ください。まあ、こんな感じが、えー、あります。でえーとこでね 物八ヶ岳、えー、まここの施設もその管理の一つですけれども、今ね現在どういう状況かっていうのを一応数字で見て皆さんに一応ねお伝えしたいなと思います。今、この器物やつさっき言ったようにね、えー、100世帯から200世帯近くの人はこの十数年に移住してきましたよとお伝えしました。でそののメンバーのうち、えー、今 今現在は、えっと、4期目か。2021年から1期目。ねえー、これ、枠組み2020何年の最後が1期目、2期目なんで、21年から始まっているので、十1年から始まっているので、一期目。22年が2期目。去年が3期目。で、今年4期目って4年目を迎えています。で、一応、あの法人組織です。これは一般社団法人、秘仏八ヶ岳っていう法人組織になってまして、 それでさっきのねこう移住してきたメンバーのうちまあ本当立ち上げから関わっている人2期目から3期目からってねいろいろメンバーがいるんですけれども今現在41名のキャスト器物キャストって言われているコアのメンバーがあのーそこには所属していましてでそれとはね別でさっき言ったね八葉株式会社っていうね えー、一般の法人会社と、あと八ヶ岳ピースファームっていうね農業専門の会社のこの3つの法人がねこう協力し合って、まあ、このコミュニティ運営をやっているという形になっています。で、えー、と八津派の人も、えー、5名ほど、えー、この器物にも所属していて、えー、ピースファームの人は4名中4名がみんな100%あの器物にも参加していてっていうね。 えー、そんな形で今41名がいるんですけれどもそういった、ねえー、とここに拠点を持って実際に暮らしているメンバーが41名とあとは器物ゲストっていってですね、あのーまあ、拠点もあ,るあったりとかあの県外だったり拠点がなかったりもするんですけども、えー、ちょっと間接的に1年間だけ、えー、自分の距離感でこの、あのー、コミュニティに関わるよっていう人が今510人ぐらいいますので。 合わせるとね、550名ぐらいの人がこの2024年度、器、え、物、ー、のメンバーにはいます。で今回、ね、この41名の器物、えー、キ,キャストといわれている人たちのね、ざ、えー、っとした内訳を、まあ、去年も発表してたんですが、今年も発表したいと思います。あの男女比41名は、えー、男性18名と、ね、女性が23名、ていうか、ちょっと女性の方が多いという形ですね。えー まあ黄色いところだとね、えーと、2拠点、あのー、こっちと、ね、この八ヶ岳にも家があるし、例えば、あのー、東京にも家がありますよっていうので、月に1回とか毎週、あのー、来たりとかっていう形で、えー、41人中5人はこう2拠点で行ったり来たりしている人たちなんですが、逆に36人はあのもうこっちに完全に、えー、大体たい えー、普段から生活して住んでいる人たちになりますね。平均年齢、55.2歳。まあ、高いんだか低いのかよく分かんないんですけど、その内訳を見て,内訳見ていただくと、もうつこれあの、数えでね、今年二24年で何歳になるかっていうところで計算してますが、ついに90代っていうことで、ねえー、方が1名、えー、今年誕生 <laughs> しますので、えー ちょっと引き上げてるのかもしれませんけど、あのでもすごいことですよね。元気であのずっと関わっていただいてます。90代の方が1名と、一番若くはあと21歳、えー、20代が今2名。僕は今42歳になるので、40代なので、えー、大体同じ世代が6名ぐらいいますけども、30代4名。でそこから、えー、と上ですね、50代。 以上の方が26、28、29、まあ、かなりあれです、ねあのー、中心的にいますので、まあ、特にこの60代15名というのは最大勢力ですね。<laughs> 一番多いし、一番力を持っていると僕も思ってはいるんですけれども、いろんな意味で権力も含めてです、ね、力を持っているという。えー なので、まあ、平均取ると55歳ぐらいなんですが、五、えー、60代、六、ま、十、あ、前後の方が一番多いかなという印象ですね。まあ、60過ぎている方が多いのかなで。ちょっと細かいデータを言うとね、えー、持ち家に住んでいる人はちなみにおそらくこれ27件ぐらい、で14名ぐらいの方はあの賃貸とかで、あとシェアハウスも、えー、3棟ぐらい。 あの入れる場所がありますので、1棟につき、ね、10人近くが入れるようなシェアハウスがあって、あのゲストの人も結構入ってますけれども、えー、シェアハウスは3棟ぐらい、元ペンションを、ね、リノーベーションしたものがありますので、そういう形で、ね、入ってますが、えー、持ち家の人は27軒、あとこの41名中、えー、夫婦が六軒、6組いますので、あの12名はあの夫婦で入っています。 小ちっちゃな、ねえー、子供、あのー、まあ小中高校生ぐらいの、えー、あ赤ちゃんからね、えそういう子供はこの41名でも,もちろん入っていないんですが、プラスこのメンバーの中の子供を入れると、プラス12人ぐらいが小っちゃいよ、ね、子供もいますっていうね、そんな感じですね。まあ、えー、これ後でね、この平均年齢のことも。あのー だからエンディングビレッジとかも必要になってくるんだよっていうね、えー、話はありますけれども、うーんとな課題、僕っら先にこの課題は年齢、個性ば,ばらけているようでね、えー、やっぱり足りてないところ、特に、えー、40代以下、えー、20代、30代っていうのはやっぱり少ないです。あのー、子育て世代もやっぱり全体から見た場合にはとても少ないですね。 えー、いないかといったら、こっちに移住してくる人はねあの、30代とか40代の人もたくさんいるんですけど、20代はやっぱり根本的に少ないっていうのがありますけど、30代、40代のいわゆる子育て世代のファミリーもね、移住としてはいるんですけども、えー、こういったコミュニティ活動に関われるかどうかっていった場合には、なかなか、えー、難しい、えー、理由は、まあ、仕事も忙しい時期。 えー、子育ても忙しい時期、えー。それに加えてね、やっぱり、あのー、農業やったりとかコミュニティ活動ってこう、第三の選択、仕事でもない、ね、家族でもない、えー、第三のこう生活時間、こう24時間しか時間がない中で、大体みんな、ね、子育てなんか、特にお母さんはもうほぼ24時間子供どっぷりという中で、 えー、コミュニティには興味あるんだけどもそこを犠牲にしてコミュニティっていう選択肢はなかなか持てないでも本当はコミュニティってそうじゃないんですよねその子育てさえもフォローしてくれる環境がコミュニティなんですけども今現在僕らの,この、ね、生活はあのみんなバラバラなんですね同じ敷地でもないし、まあ、シェアハウスで一部生活を共有している人たちもいますけれども基本的に41名いたら41通りのそれぞれの生活が ある中で、えー、あ,あいった時間に一緒に農業をやったりとかね、こういった活動をみんなでやっているっていう形なので、これはあの緩い意味ではね、えー、点在したこう各各おのうの、ね、生活とか仕事は点在して、えー、でもつながるときにはガッとつながるエリア型のねコミュニティとしては緩さとしてはいいんだけども、えー、今言ったように子育てを協力し合うとかね。 えー、そういうことにはなかなかあの協力し難しくなってきちゃうので、えー、これも一つのいい点でもあり課題でもあるんですね。なのでもしこれが同じ、ね、敷地内ビレッジの中で子育て世代のメンバーがね一緒にこう生活できるような場所があればとかね子供を預けられる場所があればあのもうすぐ子供も預けてね、えー、自分もコミュ本当はやりたかったコミュニティ活動に加わったりとかもできるし。 あと、仕事もそうですね。えーあのー、やっぱり、ね、外に出て仕事にで行っちゃうとね、もうなかなかコミュニティに、ね、参加する時間もないんだけども、その内部にもう働く場所とかも、ね、役割もあるんだったらね、えー、やっぱりそれも、あのー、30代、20代、30代、40代の人たちも関わりやすくなってくる仕組みだと思うので、えー、なるべくね、仕事とかこう、 子育てとかそういうものも今後はそのビレッジの中に組み込んだ、まあ、設計にしておくと、えー、若い世代の人たちとかもね来るのかなと思ってますので、えー、なので雇用を作っていくこと、まあ、なので事業とか会社をどんどん作るのもすごい大事にしてますし、えー、子どもを預けられたりする仕組みだから、えー、と保育園とか幼稚園に代わるような場所とか学校に代わるような場所をやっぱり整備していくこと でえー、子育てをする、えー、人たちが入りやすい、あのー、住宅、えー、賃貸とかも含めて、えー、そういうのも作っていくっていうねそんなことも今、ね、考えていますねまあえっ、ー、とーここからちょっとねエンディングビレッジおよびとり、まあえず e ビレッジってね、あのー、略してますけれども これも前回ちょっとね、えー、昨年秋に伝えた情報、これからちょっとね、何枚か情報、世間一般のグラフを中心とした情報をね、どんどんお見せするんで、ちょっと改めて皆さん自体も、あのー、意識を、ね、俯瞰的に、ね、地球って今こんな状況なんだっ,っていうのを考えてほしいなと思うんですよね。まず人口ですよね、これ。人口のグラフです。まあ、えっ、ー、とー、 えー、今2000年、これ一番右端が2000年以降ですよね。で、えーまあ、紀元前とかってここに、ここは紀元前ですよ。まあ、本当だから、この人口の増えっぷりを見ると、今の地球人は異常に増殖しすぎなんだろうなって、宇宙の人が見たら思うんじゃないかなって思うんですね。で、僕らはこの、ここのね、本当にちっちゃい、 100年足らずの時代しか、まあみんなまだ100年もね、僕も含めて生きてないから、もう何十億人っていうのが当たり前の時に生まれて認識して、今も育ってね、あの生きてるから、それが当たり前の社会だと思ってますけど、だってね、えー、こっちのね、数字で見ても、いつですか、1950年とか、かろうじて生まれてる人もいる,いるかもしれませんけども、えー その頃二25億人しかいなかったんですよ。ね、500年前なんで、5億人しかいなかった、今、80億人を、ね、ついこの間突破しましたからね、なんか80億人と70億人とかって言われると、あんまりこう10億人の差にもうピンとこない、あのー、数字になってきますけど、この5億人の時から10億人に増えるだけでもとんでもない増え方なんだけども、もう麻痺してるぐらい、今、人口が異常に増えてってって。 ね、2058年に今のところ100億人突破をがもう見えてるって言われてますけれどもまあそのね、えー、人口が一人でも増えれば地球がどんどん豊かになればいいんでしょうけどもね、えー、現状違いますねあのどんどん地球にとって負荷をかかるような増え方をしてしまっているので。 まあちょっとやっぱりこれ考えないと絶対淘汰されちゃいますね。このなんか陰謀論だとこれをね間引きするためになんか5億人ぐらいに減らすとかっていうそういう、えー、情報ありますけどもあのそう考えなくてもこれ、ね、ちょっとあまりにも増えすぎた場合にはあのブレーキがかかってもおかしくないなそういう天変地異が起こったりとかなんかして強制的にやっぱりねこう。 適正な数に減らされてもおかしくないような増え方と、えー、行動をしてんじゃないかなっていうところがあります。なのでね、ちょっと器物やってただけでは、ちょっと地球人としてちゃんと自覚を持って、あの増えても何か地球にとって邪魔にならないっていうかね、あの貢献できるような存在でいましょうねっていうのは一つの理念としてあります。で、えっ、ー、とね、今度はあの寿命の話ですね。これ日本ですけども。 まあ今あのもう人生100年って言われてる時代に入ってきてますのでこれ現時点でもうね100、まあ、女性なんか特に90歳平気でみんな超えて、えー、長生きされて僕の、えー、祖母おばあさんももうね昨年11月で100歳になって今も一人暮らししてピンピン秋田で生きてますのであのー なんかもう本当そういう時代にねいよいよなってくるんだろうなと思いますので、えー、60代とかね、えー、70代で、ようやくもう、なんかもう晩年とかって言ってらんない時代ですよね、本当そこからあの次のステージというのは、ね、どんどん始まるぐらい、えー、長くまだまだ生きてなきゃいけないと思いますので、やることはたくさんあるんじゃないかなと思っています。 これちちょっっっとねかぶっちゃってますけど日本は、えー、高齢社会って言われてたのは、もうはるか過去の話で今、超高齢社会、えー。これからは超高齢多子社会って今言われてるんですね。2018年頃からあの多子ていう言葉が追加されています。大量の、えー、死っいう意味ですね。まあ、長生きもするけども、その分あの高齢者もものすごい増えてきていて、えー、多くの方がこう亡くなっていくのも。 あのまあ、人口が減っていってますからね、あのやっぱり、えー、亡くなる方の数っていうのも、今までと比較にならないぐらいあの多くなっていきます、そういう、ね、時代にこれから、ね、突入していく、よく言われているのは、2025年と2040年って2つの数字が、えー、この今の日本社会の中で,で、ね、数字で言われてますけれども、まあ、来年、2025年は、ね、3人に1人が65歳以上になるんじゃないか。 5人に1人がね75歳以上になるというね、ねそういうことがもう予測されている。2040年というのをも,もう一つ言われているのはなぜかというとね、ねこれはあの団塊ジュニアと言われている、僕の兄とか、えー、1900兄は1974年生まれなんで、ギリギリ団塊ジュニアでね、えー、そのもうちょっと前から生まれた人たちはね、ね団塊の世代の人たちの子供っていうことでね、ねものすごいやっぱりその層も多い。 ですけれど、えー、2040年というのね、今からかだと16年後とかになってくるので、えー、いよいよ団体ジュニアさえも,あのもう引退していっちゃう還、ね、暦をもうね超えて、えー、引退しちゃう時代がね2040年になってくるでその時人口はもう、ね、1億人を切るんじゃないかと言われてますね日本はね。 で人口の40%以上は今度ね、65歳以上。でも、今の65歳とか、30年前の65歳っていうのと、多分もうね、違う次元にもうすでに入ってると思うんですね。えー、65歳、めちゃくちゃ若い働き盛りっていうのが、多分これから先の常識に変わってくる。それは当然、平均年齢がもう昔とも比べもにならないぐらい今、伸びちゃってるんだから。 昔だとね、60歳とか65歳って、僕の子供の頃なんか、かなりもうおじいちゃんとかってイメージあったけども、多分もう、その数字の概念自体ももうね、変わってきてるのに、やっぱもう合わせていかないといけないと思うんですよね。だから60代、70代の人もこれからだと思います。で、その頃もうね、2040年にはもうこういう事態になった場合には、今の社会保障は、ね、破綻するって一応言われてはいるんですが、もう持たないんじゃないかと。消費税30%ぐらいしないともう無理なんじゃないかとね、言われてますよね。 でまあ、このエンディングビレッジって言葉をね、えーまあ、使った方はですね、えーまあ、去年もあの一昨年もここに来て講演していただいた、えー、川島明あの先生という神奈川歯科大学の,あの教授の先生ですね。えーまあ まあ、西洋医薬の分野でもね、ものすごい大成功、もうハーバードまで留学されて、アメリカでももうね、すごい有名なドクターとなって、えー、特にね、腎臓とかのね、分野では非常にあの世界的に権威を持つあの大先生でね、でももう大学生の頃から北海道大学でね、えー、東洋医薬のそういう研究所を自分で立ち上げて、 今もね、その西洋医薬、東洋医薬、えー、さらに代替医療と言われているものも100種類以上あの研究された、統合医療においては本当に日本で最も詳しい、えー、ドクターの一人と言われている先生が、まああのー、今、ね、統合医療の講座を、ねえー、大学院として、ね、解説し、ねえー、されましたけども、その川島先生、もうすぐ、ね、もう67、8になると思いますけども、もうそうやってね、 えー、医療の分野でずっとやり尽くしてって、やった上でね、結局に、ね、今ぜ、僕が感じてる限りは絶望しか考え感じてない、絶望と、あとはまあもちろん希望もあるんだけど、もうこのやっぱりねその、目の前の患者さんに向き合うってだけじゃなくて、えー、川島先生みたいな立場になってくると、この国家の医療ってこんなんでいいんだろうかっていうのをね、ずっと。 やっぱりなんか考え続けていて、で、医師会がやっぱりおかしいというので、反発してあの、言いまくったら、ね、いろんな大学から追い出されてね、あの今あの、神奈川歯科大学でなんとか、えー、居場所があってねあの、やってますけども、本当にこう命にられてもおかしくないぐらい、もうバチバチに医師会に反発して、政府にもかなり提言してきた方なんですね。こんなんじゃ本当にね、何やってんだっていうことでね。 で結局、今のこう、ね、医療は、ほとんど、ね、このちゃんとした医療行為をしてないでね、あのー、薬けに患者さんを薬漬けにしてで、患者さんももう薬用がお金ってことも忘れて、ね、薬をくれくれっていう形で、あのお金をくれって言ってるようなもんなんだけど、薬くれくれって言って、薬漬けにされている人もいれば、お医者さんに言われたから薬はもらうけども、ゴミ箱に捨ててますっていう人もいて。 えー、でもそれは実際ね、その先生たちからすると、それあなたはお金ですよと、税金なんですよ、ほとんどその、あなたは全部出してるんじゃないですよっていう、ね、ことも、厳しくね、川島先生は言ってるらしいんだけども、まあ、そういった、えー、医療の、ねまあ、複雑な利権があって、日本のこう超高齢多子社会の中ではです、ね、まずあのこの病院っていうのが中心にあって、薬もあって、えー、そこに大量のお金が流れ込んでいて、 でもそのツケを払ってるのは次世代の若者だったりね、未来の人たちに全部借金が先送りされているっていう、えー、現状に、川島先生はもうこれは無理だと、あのー、ことを医師の立場から感じて、それで、あの、こう、この医療費削減を、もうね、政治家とかに行ってもどうにもなんないから、だったらもう国民の分かってる人たちで医療費の削減を目指しましょうってことで、 病気にもならならいい生き方を個々人がしてしてほでも一人でやるのは難しいんだったらみんなで助け合って、えー、病気にもならない薬にも頼らない、えー、そういう生き方をあのコミュニティでやりませんかっていうのをそれがエンディングビレッジっていう構想が始まったんですね医師の視点からもともと生まれたあの言葉でねでエンディングノートっていうのはねもともと医療の中ではあってね えー、これ遺書とは別でもし自分に何かあった場合にあのこういうふうなあの治療をしてほしいとかこういう治療は望みませんとかね、えー、自分がコミュニケーションも取れなくなった場合にはこうしてほしいみたいな、まあ、ちゃんとそういうのを記録へ残しておかないとこう急にねその家族があの病気になっちゃって、えー、医師の卒もできないままあどういうふうに治療してたらいいんだろうとかそういうの分からなくなっちゃって大変だからエンディングノートってちゃんと。 自分にもしもことがあった場合には、こうしてほしいってことを、ちゃんといろんなことを、ね、書き記しておくっていうのが言葉としてあるんですけども、えー、もしもね、自分に何かあったらっていうことを考える、それがエンディングっていうね、要は死,死がずっと先のことじゃなくてね、えー、常にみんな死に向かってっているから、そのことを、ね、その、まあ、ある種のね、それは卒業みたいなゴールみたいなところなんだけど、それがあった上で今どう生きるかっていうのを、 をやっていうのがエンディングっていう言葉の意味なんでね、えー、決して滅びロくウィークとかそういう意味ではなくて、えー、普段日常に追われちゃうとそこを追って全くみんな意識しなくなっちゃうから、えー、それが何十年も先かもしれないし明日かもしれないって人それぞれそれは分からないんだけどもこうエンディングがあるんだってことをした上であなたは今どういきますかっていうことで、ね、このエンディングブレッジって言葉も今出てきていますね。 でえー、ここね、ちょっと隠れちゃってるけど、死亡場所の推移っていう、これ、グラフです。わかりますかね、このばってになっている、えー、左が1950年頃人間は日本人ですね、これ、どこへみんな死んでたか、死んだ場所、どこか82.5%の人が自宅で亡くなってたんですね、1950年代、まあ、50年の頃 でえー、病院で死ぬ人はもう10%もいなかったぐらいだから逆に1950年代の人で病院で亡くなっちゃうとあの周りのね集落の人とかは、えー、なんでこう畳で死なせてやれなかったんだって悔やむぐらい、えー、自宅でみんな見とったりね、えー、その集落の人たちで見とったりするのがまだまだ当たり前だったのは戦後間もない日本はそうだったっていうね80%以上の人はとにかく自宅で亡くなってたっていうのが 今ももう完全に反転してるわけですよね。えー、自宅で亡くなる方は1 2セン10%ちょっと、えー。病院で亡くなる方が逆にね、8割近く、えー、って言われていますで。1976年がね、ちょうどこう分岐点で、えー、ここでね、もう完全に逆転、まあ。いわゆる高度経済成長期をもう突き抜けた中で、 経済が成長していくと病院で死ぬ人が増えて,って、ね、不思議とそういう、ね、関係性があるそうです、これはね。まあ、あの一般的にこのグラフで言われているのはねあの、高度経済成長期による生活スタイルの変化によって、こう家族の誕生と、ねえー、死も家庭内で手をかけることなく、 より便利なサービスを、ね、求めて病院に任せるっていうそういう価値観がこの経済の成長とともに、えー、日本の常識にもなっていったんでだんだんね人が子供が生まれるのもあの病院で生まれるようになって、えー、人が死んでいくのも病院で死んでいくっていうね生まれてから死ぬのが全部病院になってってるっていうのが、まあ、今のこの、ね、現状でもあるし、えー、経済の、ね、成長とともにそういう、ね、社会になっていっちゃったっていうね、えー、実態があります。 まあそれが豊かな暮らしってね思うようになっちゃったのもあるし、えーまあ、いろんな複合的な問題があるんでしょうけれども、あのー、今死ぬ場所は病院になっていますということは、まあ、大体皆さんそれは分かってると思いますけれどもでも昔は違ったんだよっていうねだから今の当たり前は当たり前じゃないということもありますねちなみにあの海外はどうなのかっていうとね、えー、そういう社会福祉国家って言われているね、えー 北欧とかの先進国はもうスウェーデンとかはもう42%とかオランダとか35%とかみんな自宅で亡くなっ病院で亡くなって,なっている人は少ないですねそういうところはね、えー、フランスとかイタリアとかはねそういうとこイギリスとかは結構高いんですけども、あのー、いずれにしてもどの国も突き抜けて日本があの病院で死ぬっていうねのが現状になっているそうです。 でえー、これはですね、まあ、質問ですよね、このあなたは死、ね、期が迫っていると分かったときに、人生の最後をどこへ向かいたいですかっていう質問を、まあ、とある、えー、こうちゃんとしたところの機関が600人近くの、ねあのーまあ、高齢者の方とか、あのー、に、えー、とインタビューっていうか、ねあの、アンケートを取ったところ、まあ、約6割の人は自宅で死にたいですって言ってるんですよ。 でえーまあ、医療施設って人はも,もちろん、ね、30%以上いるんだけどもあの、自宅で亡くなり、在宅死を望んでいる人が、ねね、過半数以上もいるのに、ね、8割近くの人が、まあ、5人に4人が、ね、病院で亡くなるっていう矛盾がなんで生まれちゃってんだろうっていうね。でこれ、逆の、ね、質問もしてあるんです。えー、っとでいうのはあの えー、その70代、80代の人に質問すると、こういうふうに、ね、なるべくなら家で、えー、亡くなりたいですっていう、ねえー、回答する人が多くて、あと、あのー、50代とかの、えー、ちょっと今、介護とかしているとか、そういう世代の、まあ、子供世代の人たちに、ね、それを今度聞くと、あのー、なんて答えるかっていうその親、親をどうしていきたいか、ど,どこで亡くなってほしいかっていうと。 どこで亡くなってほしいかで何を望むかという質問に対しては、なるべく家族とう、ね、あの親と時間を過ごしたいという人の方がやっぱりすごい多いんですね。その全部病院とか施設に任せっきりというよりは、なるべく家族として時間を一緒に費やしたいですという、だから相思相愛なんですよね。あの亡くなっていく、みとられる側の人もなるべく家族に見とってほしいなという気持ちがあるし。 えー、家族側の方も、なるべくならやっぱり時間は一緒に過ごしたいですっていう気持ちがあるのに、えー、送園になって病,病院でね、なんか今だと病院でも会えないまま亡くなっちゃうとかもね、あったりするんで、それ何かってね、えー、でも結局、この今の日本人のこれ、苦戦でもあって、いって、この高齢者の方で一番死にたくない場所がね、このこ,こ,こにも出てます、この子供の家って、子供にはとにかく迷惑をかけたくない。 家族にはとにかく迷惑かけたくないんで、だったらもう病院でちゃんとや,やってもらった方がまだ、ね、あの気が楽と、なんだかんだ迷惑かけたくないから病院のお世話になるっていう気持ちがあの多い、まあ、民族なんでしょうね。そういうこともあってね、えー、こんな矛盾が生じちゃっている、本当は相思相愛でね、あのそういうのをね。 えー、望んでるにもかかわらずね、現状はね、それは伴ってないっていうのがあるそうです。ということでね、こう、別に見取りをやるヴィレッジではないんですけれども、一応、えー、そういうことも意識した今ね、村づくりをしてるんで、今、いいヴィレッジっていう言葉に一旦ね、集約してますけども、エンディングだけじゃなくてね、エコビレッジももちろん考えてますね。あのー そういう自然エネルギーを使ったりとかね、環境に負荷かけない農業をやったり、えー、家作りをしたりとかね。で、あと、エバーっていう言葉もあります。これはエ,エゴっていう、えー、言葉が、まあ、人間の自我とか、あのね、えー、そういう意味がありますけれども、えー、これは造語ですけどね、エゴっていう、あのエゴはあ,のありますけども、エゴっていう えー、言葉に対する今エヴァっていうね共生、えー、するとか共有するとか、あのー、そういう意味でもエヴァっていう言葉がね、あのー、使われる造語なんですけども、まあ、そういうビレッジで、ね、総称して今いいビレッジって名前にしていますが、えー、2つ大きくは、ね、これから何でこれを、ね、作るかっていうのの,の意味が、ね、あ考えてます1つはですね今こう移住してきてここにも今ね えー、一緒に今もうやっているキャストと言われてるね、すでにこっちに住んでいるメンバーたちがあの今後どうなるか、長く安心してやっぱり暮らせる場所にしていきたいと、えー、いうのも、やっぱりねこう、今4期目とかって迎えてますけれども、だん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 これね、やっぱり家族構成とかいろんなのも変わってくる可能性があるわけですね。1、えー、人で、まあ、夫婦でいたけども、1人になっちゃうとかですね、えー、いろんな理由で、あのー 自分一人では生活できなくなっちゃう場合にとか、えー、家族で、ね、移住してきて、最初はここに住んでたけども、で広い 3LDK、4LDK の家に住んでたけども、どんどん家族いなくなっちゃってね、えー、結局やっぱり一人になっちゃったら大きい家管理するのすごい大変ですって方もやっぱり出てくるんですよね。でそういった場合に、ね、もう,こうそこにずっと住むよりは、 なんかそういうい同じような価値観のコミュニティのメンバーとシェアハウスみたいなところに暮らしたいですっていう、そういう声もやっぱりもうどんどん出てくるようになってきてるので、その次のステップですね、こっちに移住してきましたっていうときと、いざ暮らしてるとやっぱり環境ってどんどん変わってきちゃうんですね、自分の暮らしのね。そういう時にもちゃんと次の受け皿っていうのをどん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 用意してあげる必要性があるんじゃないかなと思っているので。 せっかくこうね、えー、八幡家って素敵な場所、コミュニティ活動、まるってきたんだけども、ある程度ね、こう、年を重ねていくにあたって、えー、生活がこうね、環境が変わってきた場合に、なんか一般の老人ホームに入んなきゃいけないとか、なんか病院に入んなきゃいけないとか、元のなんか都会の子どもたちのところに戻んなきゃいけないとかっていうね、まあ、希望してそうする分にはいいんですけども、希望しないのに選択肢がなくて、えー、そうせざるを得ない。 ということは避けたいなと思うので、えー、受け皿として次のステップでのね受け皿という意味で,の意味でも、今、ビレッジ構想というのはすごい必要になってきています。でもちろん、さっきもお伝えしたように、これから農地もどんどん拡大していくし、今いるメンバーだけじゃなくてね、ねこれから八ヶ岳に来て、えーまあ、第2、第3の人生を歩みたいとか、えー、そういう方もたくさんいると思うので、えー、そういう方々たちのね受け皿としても、 あのー、作っていきたいっていうのがこのビレッジっていうものになっていきますね。なのでエンディングベッジっていう、ね、だけではないってことだけは、あのーまあ、これからもね、ずっと伝えておきますが、エンディングベッジってなっちゃうと、なんかね、こうよく言われる見取り専門の施設を作ねホスピスみたいなところを作るんですかって言われるけども、そういうの限定の場所じゃないです。でも、そういう機能も持っていますっていうふうに答えるし、老人ホームを作るんですかって言われるけど、老人ホームではない。 ですねえー、どちらかというと、医療費と介護費は減らしていきたい、えー、そういうのに頼らない、あのー、生き方を望む人たちで、えー、暮らしていきたいので、もちろん必要な、ねえー、サービスとかは、まあ、外部になったりするかもしれませんけど、そういうのは受けたりすることはできるかもしれないけども、も、えー、老人ホームを作って、えー、そのなんか補助金でどうこうっていうのは一切基本的には考えていないんですね。そう確かにビジネスとしてそれはやったら あの儲かるのかもしれませんけどもそういうのをやりたいわけではないんでね真逆のことをやってしまうので、えー、なるべく自立できる最後まで自立して自分として生きていける場所をあの作るし、えー、そうなってから入る場所じゃないっていうことですねボケてしまったり、えー、全部がなんか何か体の機能が動かなくなってから入るっていうのが前提の場所ではなくて、えー、元気なうちから もうここに来て一緒に、ね、コミュニティ活動をやりながらも、まあ、元気なまま最後までいられる安心していられる場所、まあ、元気じゃなくてもいいんですけどねあのもちろん年齢に応じていろいろ都合が出てくると思うのでそういうのもこう今までの医療とか今までの介護だけでケアするんじゃなくて仲間同士でできるケアの方法ってあると思うんですねだいたい医療とかも含めてね、えー、なので あのなるべくこう今の日本という国にあ,のあんまりお世話にならなくてもここのメンバーとか環境だけで、えー、助け合っていける環境を自ら作っていきましょうよっていうのがこのエンディングビレッジの大きなコンセプトになるのかなと思ってますで、まあ、さっき言ったように、ね、エリアで今点在してみんな暮らしとか仕事もあるんだけども次やろうとしているのは同じ敷地の中にもう歩ける範囲で えー、暮らしも仕事も子育てとかも全部、あのーね、シェアできるような、えー、そういうビレッジタイプのコミュニティのチャレンジっていうところもあります。でそういう中にはね、えー、オルタナティブっていう、ね、さっきし新しい社会を作るっていうことで,でその社会の中にはオルタナティブスクールもあるし、ね、その老人ホームに変わるような、ね、オルタナティブなそのシニア層の、あのー、エリアもあるし。 えー、医療もそうですね普通の、えー、病院とかがあるんじゃなくてそういった代替医療とか統合医療を取り入れた、あのー、医療を中心においてさまざまなねこうその人に合った治療も受けられるっていうね、えー、そういうのが全部統合された、あのー、社会、まあ、表の社会に行けば全部学校も病院ももちろんあるんだけどもね、えー、そうじゃないその 代わりになるものの自分たちはあの理想とするものをどんどんこう作っていきましょうよという小さな村になりますね。で3番目に書いてあるのはね、こう、み取りじゃないよって、どう死ぬかっていうのではなくてね、どう死ぬかをこう意識いっちゃうと、もう完全に見取りの世界に入っていっちゃうから、そこだけにね、焦点絞るんじゃなくて、えー、死に向かってね、どう今を生きていくのかっていうところ、もう100%みんな死ぬわけですから。 えー、ただそれがあった上で今をねそれをどう命を生かして生きていきますかっていう,こう自分が納得しない家族とか自分が納得しない社会にずっと属したまま最後まで生きていってもいいんですかってそれで残りのこの命をね費やすことに本当に価値ありますかっていうぐらい、えー、それが嫌だったら自分たちで理想的自分を生かせる場所をどんどん作って、えー、楽しく最後まで過ごしていきませんかっていう、えー、そういう意味ですね。 でまあまあ、言い方として同じ価値観と意識を持った、まあ、地球人の保護区 <laughs>、ねまあ、サンクチュアリーって言葉は聖域とか、えー、保護区っていう意味ですけども僕がこれはね思ってるのは今こう集まってきてる人々にしろね、えーまあ、このコミュニティの人にしてもやっぱり今の表の社会ではや何かしら生きづらい、えー、とかん感じてるからこそこういう情報とかね アンテナに引っっっかかかてあの来てていいる方とか、ね、多いと多思っていますで,でもそれってこうやっぱりねまっ当な地球人としての感性を持ってたらやっぱり今の社会っておかしいなって思うわけだと思うんですねいろんなことに対して政治にしろ環境にしろ、まあ、教育にしろあらゆることってやっぱりもう疑問だらけしかない。 えー、中にでもほとんどの人はやっぱりねそれが当たり前でそれで別にいいじゃんっていうのでね、えー、あんまりそこまで深く考えてないけどやっぱりそこに疑問を感じてる人は生、えー、きづらいって感じちゃったりするわけですよね。それでこういうところに来るとなんか仲間に会えた気がするって言ってね、えーまあ、共感し合えると思うんですけども。 でそういう人たちとそうじゃない人たちって分けることはしたくないんだけど実際もう分かれちゃってんね世の中は二極化がどんどん進んでって、えー、この意識のずれっていうのは半端じゃない今どんどんこれからもいろんなことが起こっていくとあの二極化が激しくなってきちゃうと意識のずれっていうのはすごくなってくると思うんですよね、えー、でも耐えきれなくなっちゃうとやっぱり本当に、ね、ますます生きづらくなってきちゃうんで、まあ、そういう意味ではあの保護しなきゃいけないなと みんなで保護し合って助け合っていかないとあのどんな世の中になっていくかちょっと、ね、想像もつかない点も正直あると思うんで、えー、僕ここ、ね、コロナの間もずっとここにいましたけど本当ねコロナ前もコロナ中もコロナ後もこの安けはほとんど変わらない僕らのこのコミュニティとかのメンバーも何一つみんな変わらずに日常を過ごしていったからもうすでにねだから世の中の外が変な世界になっちゃってても ここのね、やっぱりね同じような意識を持っている人たちが一定数いるとそこは変わらない社会がずっと継続できるんだってことはこの期間でも十分体験できたのでそれをもっともっとねいろんなことが今後起こったとしてもここは自分たちのペースで変わらないように、まあ、ここだけじゃなくて本当はね日本中世界中あちこちにそういう変わらない、あのー、コミュニティっていうのは必要だと思うんですけれども、えー、そういう環境をやっぱりね作って あの保護したい,っていう、ね、自分も保護されたいっていうね、えー、そういうあの理想があります。ということでね、まあ、大きくはこういった、ね、ビレッジ構想、次やることはね、これをやっていきたい。えー、で、これちょっと最後に、あの後半、またはこれ、後半、後半まだあるんですけども、えー、前半のね、ちょっとこの最後、これちょっと大きな話ですけども、視、え、聴、ー、本当はこれね、コミュニティじゃなくて、僕は、 村レベルでやってほしいことなんですよ。僕がなんでや,やらなくても、え村とかし、ね、町の自治体がやってほしいんです、本来ね。で、え僕、この今の、ね、社会全体で一番問題になってるのは、本当に全部が大きくなりすぎちゃったなっても、人口もさっき見た通り、ね、強烈なグラフで増えて、まあ、仕方ないですね。あんだけ増えちゃったら、もう統一していくしかないんですよね、全部を、ねあの。国とか県とか。 大きいこう力で、大きい組織で全部をこう統一していかないと管理できないから大きい社会になっちゃったんだけども、でもやっぱりこうなるべく細分化していった方がこれから社会っていいだろうなと思ってるので、本当はね、今日本って1718市町村があるそうです。それらがね、全部合わさって日本っていう国になっている。ね えー、市は792とか、町は743、村は183ってね、えー、本当はそこにすごい僕実は期待はしているんですけども、まあそれだけではなかなかね、すぐには変わらないんで、えー、それプラスコミュニティがあって、いろんなコミュニティがあって、えー、それらの総数によった日本なんだっていうね、えー、そういう昔の日本って多分古代はそうだったと、縄文時代もそうだったんですよね。いろんな集落が点在していて、 えー、この日本列島にはねあのそんあの縄文人の暮らしがあったし縄文以降もね、えー、こうやっぱりいろんな王朝がこの日本を統,あの統一する前はちっちゃい小国がたくさんあったのが日本だったわけですよね。前江戸時代なんかもねこう藩っていう形でねある程度自治的にね、えー、分散していたあのー まあ国みたいなものが集合してたと思うんですけども、えー、なるべくね、ちっちゃいサイズになっていかないかなというふうに望んではいます。で、ここの、ね、右下に書いてあるんですけど、社会は大きくなっ,なったけど、家族は小さくなった、ね。これは要は社会がどんどん大きく大きく、まあ、経済も成長してなっていくと、家族っていうのがね、もともと村が一つの家族だった時代から、 ね、だんだんこう、ね、拡大家族、ね、おじいちゃんとかそのおばあちゃんも一緒にいたという、ね、ちっちゃいこの血の一族だけになってきて、えー、それすらもこの昭和、平成を経て、ね、今度核家族になっていって、えー、実質母子家族みたいな、ね、もうそういうような社会になって、えー、もう隣の人の顔もよく分からないし名前も分からないみたいな、えー、都会だともうそんなこう、ね、経済豊かになって社会がどんどん大きくなっていっちゃうと。 隣の人の顔もわかなくなっちゃうんだっていうね。家族もちっちゃくなっちゃう。でもこれから多分違うんだと思うんですね。小さなこの社会を作っていくことで、そこに大きな家族ができる。えー、だからそういうコミュニティって、最終的には大きな家族みたいな存在になるんじゃないかなと思うので、えー、これからはね、社会を大きくするにはちっちゃな社会をどんどん作って、それが一つ一つ家族となって、 えー、血,の血を越えた、ね、こつながりというのはとてもコミュニティには大事になってくるんじゃないかなと思っています。まあえー、僕らの目的はこうやって、えー、民間で理想的な次の時代の社会モデルをどんどん作っていくのに自治体もうんと無視できない状態。あれなんかあの人たちすごいあのいいことしてるっぽいな。あ、なんかこの人たちやってることで人が集まってきてるな。あじゃあ、あのこう。 自治体としてはね、こういう地域おこしに使えるなと、こういうね、エコビレッジみたいなものとか、えこういう構想をね、やっていくと、なんか、ね、今は若い人たちの向けがいいんだとかって、そういうので真似してくれるといいなと思ってるんで、えー、それぐらいのね、影響力を持つぐらいにはしていきたいな。それ自治体がやっぱりそういうふうに動いてくれると、今度変わってくると思うんで、ね、本当は村単位でこうエンディングベッジみたいなこととかもね、ああのやってくれると、もっともっと、あの スムーズにいくことって多いと思ってはいるので、教育のことも、医療のことも。なのでね、えー、社会に影響を与えるためにこう、モデルをとにかく作っていくことは大事だなと思ってますね。まあ、これはあの、ここから先はちょっと、AI が最近ね、あの画像をいろいろ作ってくれるんで、えー、AI が勝手に描いたあの画像で、AI がこれ、1分のところでこれ、描いちゃうんでね、シャシャっとね。<laughs> もうエンディングビレッジっていうキーワードを使ってないけれども、例えば高齢の人たちがね、こう森の中でこういう一緒になんか平和に暮らしているとかって言うとね、こういうふうに勝手に AI が作ってくれるので、まあこういうのを実際ね、えー、作るかどうか分かんないですけど、イメージ画面としてね、こう山の中で、山の斜面にこうホテルみたいな施設があって、そこで暮らすとかね、そういうのも。これなん でしょうね、えっ、ー、と、ホテルかな。あの森の中のホテルみたいな。まあ、これは子どもの学校みたいなものを森の中であった場合っていうのでね。えー、これは学校ですね。まあえー、と学校もこの次のヴ、ね、ィレッジの中にはすごい大事な。あのー、こうシニア層の人たちがいるのはもちろん当然なんですけども。 必ず学校はセットにしてておきたいいなと思っていますねそれは他世代がまず交流することに双方にとってものすごい効果があ,のあると思うし、えー、さっきのね若い世代の人たちがこれから来るにあたってやっぱり学校がこんな学校あるから移住したいって人はすごい多いしその学校とセットで住む場所もあったらねすごい楽なんですね生活もね。 やっぱりこの辺で車で子どもを送迎させたいとかも、ね、もいろんなことがものすごい大変になってくるエリアでもあるので、やっぱりそれもね、あの暮らしとこう教育とかセットになっていくと、若い人たちがね、ねどんどん入ってくるようになるし、えー、学校で育った子どもたちが、学校っていうよりはコミュニティなんですね、コミュニティ自体がも,うもはやもう学校みたいなものでもあるので。 実際そういった学校舎みたいなものもあるけどそこの敷地全体がもう一つのコミュニティであり学校みたいなものなので学ぶことはねこう校舎の中以外外にも山ほどあるし、えー、いわゆる先生の資格を持った人だけが先生になる必要もなくてここに来てるねいろんな個性を持った人たちとか大人があの教師の代わりにもなるし、えー、大人も子どもから学ぶことができるし 子供が子供同士で教えることもできるしっていう、ちょっと今までのやっぱりね、教育っていう概念も超えたものをやっぱり作っていく必要性があるのかなと思ってますね。ドームハウスも AI に書いてもらいましたね。えー、なんとなく、なんか病院みたいな、なんかお医者さんみたいな人が白衣みたいなのを着てる姿が映 <laughs> ってますけれども、あの、まあ、あのー、こういうちょっとドーム型のビレッジみたいなのね。 まあ実際こうなりつつありますけど、今ね、えー、こういうイメージがあってもいいのかなと思います。こういうグランピング施設みたいなのもね、えー、あってもいいのかなと思ってますね。はい。えー、で、えー、後半ね、ちょっとだけあと、じゃあい,いざそれをどこに作るんですかっていうところで、えー、さっきねあのくくってた。 あの赤い枠の中に今ビレッジを作ろうと考えていますということで、えーまあ、散々こういうね、えー、次のビレッジの土地探しっていうのこここ、まあ、川島先生とも、ね、話し合っていく中で探した2年間だったんですねで、まあ、なるべく広い土地広い土地っていうのであの小さくて2000何百坪、えーまあ、大体3000坪ぐらいとかでも ね、あのたまに出てきたりはしたんですけども、えー、この2年間で結局、探して、1、えー、つはもう、ね、太陽光発電業者との競り合いに負けて、ですね、えー、最悪のところに負けてしまうというですね事態で、ちょっと小渕さの方にあった土地は、ですね太陽光発電業者に売るとかって、地主さんがね言ってねあの、先に申し込んでたはずなのに、奪われてしまったという経緯が。 ありましたけどもえ他の土地もやっぱりいい土地だとすぐ買い手がついて、えー、いあいい土地は3,000坪もこの近くに出てきたからって言っていよいよこう資金も目処が立ちそうだから申し込みに行こうと思ったら1週間前に売れましたとかでですねタッチの差でなくなってしまったりあなかなかないなってことでちょっと離れたところに5,000坪の土地があるかもよって言われていざ話に行った地主さんが4人ぐらいいて。 全員承諾しないと無理ですということで、もう全然話が進まなかったり、結構やっぱ大きい土地をね、確保するってすごい難しいんですね。でもう本当どうしようかなって思ってた矢先にね、昨年、突然僕の住んでる家の目の前に1万坪が開きますということで、それを買いませんかっていう話じゃなかったんですね。そこをこれから開発するので許可をちょっと。 目の前なんでって言って、そのリゾート会社さんが、1万坪を、こうまあ、1万坪以上あるんですけども、あのー、こしたんだった5年以上、10年近くかけて、えー、何十人もいる地主さんを全部1枚1枚説得してってですね、えー、ご丁寧に僕のために1万坪以上をね、10年近くかけてあ集めてくれてたそうなんですよね。で、まあ、本人は僕のためとは言ってませんけども、 これから開発したいんですけど、まあね、目の前なんでっていうことで、えー、相談に来たときに、あのー、僕らこういう計画があるんで、僕らがお金全部出して、また買い取っていいですかっていう交渉をしてですね、えーまあ、なんとかそれに、あのー、いいですよっていうね、回答をいただいて、まあ、その代まあ、えー、何年もそんな、ねえー、放置するわけにはいかないんで、ある程度の期限内に資金を用意して買ってくれるんだったら、 それはあなたのところに売りますよっていう。まあ、そこの会社は、まあ、買った以上の値段で当然買わなきゃいけないんで、決して安くはないんですけども、あのまあ、その金額も後で全部、ねえー、お伝えしますのでね、えー。とにかくでも土地は出てきたんです。候補の土地は。で、あとは、えー、これを、ね、予想よりも大大きい。1万千坪ぐらいありますので、あのーまあ、かなり大きい。 ですよねその規模はです。もっと広がる可能性もあります、多少。うんえー、僕の家の本当、目の前でね、ねあの5秒もかかんないくらい、あの道路を挟んでこ、これ見ての通りねやつ葉って書いてるところの、ここでもあの2000坪近くあるんですけどね、それと比べるとどれだけ大きいかっていうね、ね本当、規模なんですが、もう本当、目の前、道路を挟んで目の前なんでね、もともと森だった場所なんですけども。 えー、リトリートドームとかも徒歩5分ぐらい。えー、とにかく、ね、広い土地ですね。で、これが今の現状進めている。えーまあ、全部で、ね、13区画ぐらいありそうなんです。まるまる1枚じゃないんでね。えー、今、13区画ぐらいありそうで。 でもまあ3億ぐらいかかりますね。1万1000坪。でえーまあ僕ちょっと今年に入って1月、3月とずっと海外に行ってたんでね、えー、もう帰ってから具体的にこういう話になるかなと思ったらですね、帰ってからというかあの春以降に最初、あの金額出たらいろいろ、えー、い,いっぺんにこう3億円分が出てるわけじゃないんですよ。番番号を何番 の準備がでででできたたんん、はい、買い買いますすかみたいな感じで出てくるんですね、えー、そしたらなんかもういきなり年明け早々からやっぱりちょっと、えー、何枚かもう緊急で,でこっちも資金が必要なのであの契約してくれますかみたいな感じでいきなり、あのー、アプローチが来てですねな何枚かどころか今1256712345枚ぐらいも実は話が。 なのでここにもあるんですけど、1、2、5、6、7はもう今月中に全部取得する、だ大体いい1億円ぐらいはもう先に、えー、手配しなきゃいけなくなっちゃってですね、あのー、で、それで僕とあとコミュニティの人たちにも協力してもらって、えー、1回目、もう金使い果たしちゃったんですよね、今。 あのー、なので、3億円中の1億円近くはもう、ね、今、買い取ったんですね。えー、です特に、えー、道路にも面してて、他にここを買われちゃまずいというところはもう先,先に全部抑えたので、えー、でもまだね、あの3、4っていうのから、あのーまあ、8から13までってね、まだ2億円近く分ぐらいの土地は買わなきゃ抑えられないし。 えー、そもそも僕らもねあの、寄付して買ってるわけじゃないので、さすがに先行で一回抑えるためにあの代理で買ってるっていう状態ではあるので、まあ、何かしらの形で資金が集まったら、この器物八ヶ岳っていう社団法人が全部、全部の,この13区画を買い取る計画は立てています。で、なんでここは、えっと、コミュニティが買うのかっていうことでね。 えー、結局これ一つでも誰か個人が所有してた場合に、えー、個人がねあのずっとそのまま持ってるとねあのその方亡くなっちゃった後の相続とかいろんなことでね問題が発生してしまうのでさっき高校にはこう、ね、食品店を作ったりとか病院を作ったり学校を作ったり独り、えー、身になっちゃった人たちが一緒に暮らす場所を作ったりとか。 まあ賃貸の子育ての物件作ったりとか、まあ、賃貸とかはいろいろ作っては行く予定なんですけども、一人一人がね、こう分譲して土地を持つようなことはこの、この中では今のところやらないんですよ。その方が楽なんですね。本当は買うときにも、1区画ね、えー、じゃあ10人で割って、えー、そういう投資家を10人集めれば、もうか1人250万払えば買えちゃうぐらいな,感じなんだけど、それはあのできないので、えー、なのでこあの、みんなで、 あのみんなというか、ここは誰か個人が買わないで、一つの第三者の法人組織が、まあ、取得した上でえで、これを丸々ちょっとね、国土交通省に、えー、申請して、開発申請して、えこういうあの構想で、ここに例えば病院を作りますとか、道路を作りますとかっていうのをね、えー、まとめてやらなきゃいけないんで、それでもも,ものすごいお金もかかるし、測量もしたいし、申請もすごい大変なんですけども。 まあ、そういう村づくりをするための敷地なんで、個人が所有ができないっていこともあるので、まあ、コミュニティにお金があればあの買いたいんですけども、お金ないんで、今個人で出してなんとかしてるという状況なんですね。とにかく1万千坪、約3億円を、えー、来年の6月までにはあの取得する目,目標、この日までに買ってとは言われてないんですね。えー、でもいこれぐらいの 期限っていうので、こっちからまず提案して、納得してもらってるっていうところがあるので、まあ、なんとこの1年ちょっとの間に全部買い集めたいと思っています。で、えー、と今、あの僕らがどうしようという中で考えついた一つの方法が、まあ、やっぱりいろんなところから資金を集めてこなきゃいけないっていうことですね。で、寄物、米基金っていう新しいものを今、あの企画中ですね。完全にこれ決まったものじゃないんで。 サブタイトル、基金に備える基金っていう、ちょっとまた親父ギャグみたいなのが踏み込まれてるんですが、これ本当に基金に備える基金なんですよ。で、えー、まあ簡単に言うとみんなでね土地を買いましょうと、1円でもいいんで寄付するか、えー、違う形であの、これは基金というものになるんですけども、あのー まあ、秘物米基金、第一次米基金、これはね、土地を買おうっていうプロジェクト、第2もあります。第2はこの土地を買った後にいろんな施設を作ったりね、それこそエンディングビレッジも作ったりするんで、それはそれでまたあの基金を募集しますけども、まず何はともあれ土地っていうのは買わないと、あのねえー、他に買われちゃうと大変なので、こればっかり、まず最優先で今やっているってとこですね。で、えー、今ね、こう3つ、 お金をこう集める方法として今考えていて、で、僕がと今コミュニティのメンバーでやってるのは C って言われている代理っていうね、代わりに土地を取得する。で、後でコミュニティが買い戻してくれるっていうのを信じて僕もあの、全財産はたいているんですけれども、これはあの、緊急時、あの、最悪この、あの、 この代理で誰かが土地を買うっていう手もあって、その代わりちゃんと契約を、ね、また別途結んで、後から必ず買い戻しますよって、お互いのためにねそういう契約はしますけども、えーまあ、そういうパターンもありますが、あ、えー、後で説明しますね、まず,、えーまずあの、寄付っていう方法も当然考えました。あの世界にはお金持ちは絶対いるはずだった。 そしてこういうことに何か興味もあって、自分ではこうね、えー、村は人も集めてはできないけども、やってくれる人がいるんだったらお金があるから、じゃあ使ってっていう、えー、それで3億円集まれば、もうそれで終わるんで、それに越、ね、こうしたことはないんですけども、まあ、世の中そんな甘くはないと僕も見込んでいるので、えー、でもそういう人もいるかもしれないということで、一応寄付の窓口も作,作ります。 なのでね、えー、もうあの本当にあの寄付って形なんで、投資ではないんですね。なので、株を買うとかでもないし、そういうのではなくて、本当、この、えー、活動に興味があって、あので、本当、たまたまもう使い道も自分にはないお金があって、まあこの、それが別に100万でもいいし、1億円でももちろんいいし、いくらでもいいんですけども、まあ、そういう資金があるんだったら、もう存分に生かして、えー この国づくりのために使わせていただきますという寄付は、まあ、これはよくあるものですね。で、えっと、2番目のこの基金っていうのはね、あんまり聞いたことあるようでね、よく分からない方も多いと思います。で、これ、基金っていろんな国とかもやってるものあるんですけど、実はあの一般社団法人っていうね、法人形態は、あの僕ら特に非営利型の一般社団法人っていう形を取っておりまして、えー、これはあの株主とかもいないんですね。 でえー、資本金とかもないんですけど、唯一こうあの、基金っていう制度、あの株に近い形、一般の法人だと株とかでこう資本金を集めたりしますけども、えー、この一般社団法人の場合は、基金という名前で、えー、ちゃんとあの法人法に基づいてお金を集められる仕組みがあるんですね。で、この一般社団法人の基金っていうのは何かっていうと、一応、あの お金を預かるし、本来はそれをね、返す、返すあてのあるお金として一時的に借りるみたいなあのものなんですけども、えー、ただその返し方はあの、法人側の方で自由にね、えー、ルールを決めていいっていうのもあって、えーまあ、実質寄付に近いようなやり方もあるんですが、あのかその法人が解散した時になったら返しますとかね、えー、そういうのも、 あるぐらいなので、えー、単なる借り入れとは違うまず違うし、えー、預けるけども必ずお金として返す必要もないというのがこの基金のやり方なんですね。とにかくその法人が、えー、資金を集めることね、ね事業をやるために必要なその運転資金を集めることとか、いろんな目的のためにあの一般の方からこうやってね、えー、返さなくてもいいけど預かれるその制度っていうのは一応あるんですね。 でこれはあのえ、じゃあそれって寄付と変わんないじゃんってなっちゃう、えー、と、だったら寄付だけでいい話なんで、えー、お金を、今あるお金をあの、一旦ここに預けるけども、それが違う形で僕、生かせられて還元されたらいいなと思って、あのこの寄物の米基金っていうのは、新たに考えたものなんですね。で何かっていうと、あの一つは、 えー、例えば、ここ1番、100万円ありますと、100万円を、まあ、特に今、こう、日本円の価値がどうなってか分かんなかったりとか、なんか今、お金で持っとくよりは、100万円を、あのー、ここに預けといた方がいいかなっていう方は、仮に100万円預けますよね。そうすると、えー、米の通貨、あの、マイカっていうですね、えー、100万円が、例えば100マイカっていう米の通貨、まあ、債券みたいなものに、 変わりますちゃんとそれも証明書を発行してこっちもデジタルでもちゃんと管理するので、えー、誰がいくら分のマイカーをねに変えたかっていうのは必ずちゃんと法に基づいて管理するんですけどもでこのマイカーを持っておくと、えー、3番目ですね、えー、このビルで無事に土地がこれ手に入ってここに、まあ、例えばあのホテルができましたレストランができました えー、その高齢者用の、要はエンディングベッジみたいな入居施設ができましたとか、もしそういうものができたときに、その100、100枚以下で、えー、100万円分相当の、例えば値引き的にね、形で使えますよという、まあ、商品券みたいなもんですね、簡単に言うとね。えー、ここでしか使えないんだけども、えー、そういうもので、後で、その預けた分相当の、まあ、サービスなりを、に還元されるものであれば、 あの今ねこう預けとくことで後でここに関わることの時に還元性になだったらいいかなっていうふうに思って作ったものです、うん、だからまあ例えば10万円をマイカに変えた人が、えー、後にねここそこが出来上がった時に一泊た例えば2万円の宿泊費のホテルがあった場合にはあの5泊分できる、ねえー、そのマイカを使ってそこで過去にね、あのー、この払った もので、えー、そこでね、サービスを受けられたりとか、あの100万円こ、まあ、300万円預けた人があの、そういうエンディングベーチみたいな、そういう入居施設ができた場合に、そこの入居費用が500万、例えばかかるった場合に、じゃあ300万円分は、その時あ,あのマイカがありますので、差し引いて200万円分だけでいいですよとか、あのそういうような形で、えー、還元できたら、 いいいいかなという,ふうに今考えてて設計していますねそれだけだとね実はあんまり米の通貨の意味がなくてですね、えー、さらに保証としてここにあるのがあのもしもこうやってるうちに金融危機みたいなことが勃発して、えー、今のお金の価値が全くなくなった場合にこのマイカがあの米に変わりますというですね <laughs> 本当に米のお金になるというかですね。えーまあ、例えばね、100、まあ、1万円預けた人は1枚かあの10キロでね、一旦そういうレートを決めさせていただいて、あのー、今だとね、別に通貨も,も何の問題もない時代だから、え、1万円払って10キロ分の保証しかつかないのって、そ,のそういう比較のためのものじゃなくてね、えー、そう緊急時になった場合にも、 食べ物がないみたいな時に、もうお金、そうするとサイパーインフレルとかになっちゃうとね、お金の価値って何の価値もなくなっちゃうんで、まあ、そういう時当然水とか食料に全てが集中するんで、もしかすると1万円10キロさえも一般世界では手に入らないような社会だってあるかもしれないんですけども、えー、そういう時が起こった場合にはさっき言ったように、こっちで100トン体制とかを、ね、作っておくので、えー、そういう中から、あのー、このマイカに変えた人には、 そういった食料でなんとか補填しますよっていうような、えーまあ、保険みたいなものですね。これは、こういう、そういう事態に起きった場合には、あのー、食料でなんとかあのカバーしますっていうような、えー、そういう意味のマイカっていうね、ものなので、なので、こう、全くこの次のビレッジに何の関与もなく、ね、することもない方は、まあ、払わないか、あのー、 まあ別にあの寄付でいいですよっていう人は寄付でいいと思うんですけども、まあ、何かしら、えー、こうサービスを受けたいとかその村に入りたいとかって思う人は、まあ、いくらかをこう預けとくことで、えー、将来、ね、それがその自分に還元されるで最悪の場合そういう、えー、お金の価値がなくなった時代とか来た場合でもそこのつながりがあるんで、えー、優先的に、ね、そういった食料の確保のために サポートしますよっていうようなね、そういうあの基金を立ち上げようかなと思ってはいるので、かといって、これを当てにして5000万とか1億とかっていうのをうマイカに変えちゃうと、そんな大金のマイカが使える保証はないんで、あんまりそれは僕はお勧めしないんですが、あの数百万とかね、100万今なんか銀行に持っておくよりは、こういうところに置いといた方が、 えー、何かの時に自分もあのエンディングウェイチに入る時が来た時に必要になるかもしれないとか、えー、こういうね食料危機が来た時にこういうところとつながりがあるとなん、えー、とか守ってもらえるかもしれないとかってそういうためにね、えー、使ってもらえたらいいのかなと思ってはいます、まあ、それがこういう今ね基金っていうものですねでさっき言ったね代理っていうのはもう代わりに取得額大体2500万ぐらいするんですけど買いますっていう人がいれば えー、これは別にその人にとってのメリットは正直何もないですね。本当あの、えー、何のメリットもないけど、もう僕もコミュニティーの人たちも今やってることなので、まあ、とにかくもう誰も抑えられなかったら、私の持ってるお金、一旦抑えますっていう人がいれば、大歓迎でこれも受け付けますけども、えー、そういう人は多いとは思ってはいないんでねあの、これもでも一つのプランとして用意しています。 まあでも返すタイミングもね、もういお金が集まったらすぐもう買い戻してほしいっていう人もいれば、まああのー、最終的に自分が死んだときにはもうそのままあのー、寄付するっていうような人もいるかもしれないんで、その人のスタンスはもうそれぞれなんですけども、でもこれらはまあ本当最終手段ですね、えー、こういろんな形でお金を集めていっても、最後の最後であと高くあのー 買えませんみたいな事態の時に誰かあの一旦借りていいから押さえてくださいっていうところでこれが発動される場合もあるかもしれないっていうことで,でこういう、えー、そういう時が来たら声かけてくださいっていう人を集めたいと思ってますねでこれ第2弾はね、えー、と実際に土地が確保できた後もうね、えー、そういういろんな住む場所を作るには果てしない多分僕の会社さんではもう30億ぐらいは平気でかかると思ってます例えばエンディングベッジのような エンディングビューチっていうかエンディングハウスみたいなね、えー、生涯そこで高齢になっても過ごせるシェアハウス、ちょっと高級っていうか自然素材ですごいいいシェアハウスみたいなので、ねえー、掃除とかもやってくれたり、ご飯も作ってくれる人がいたりっていうようなね、ある程度そういう、あのー、いいシェアハウス。で、えー、でも僕、10人とか10数人ぐらいが、ね、1棟、あのー、にちょうどいいサイズかなと思ってるんで。 えー、で例えばそういうのを、ね、こう2億とかで作ったりするとした場合にね、えー、もう10棟を作ったらすぐ20億とかになっちゃう世界なのでまあでもそういうのはこれからあのそういうね、えー、この土地とは別で今度そういう施設じゃ、えー、2億かかる施設をこう10人で2000万ずつ出せばあの作れちゃうわけなんです逆に言うと。 で、こっちでね、さっき言ったように、土地をゼロから自分で買って、家をまた新築で建てるってなると、今のご時世、4000万以上だいたいかかるんです、土地と建物。4000万、5000万かけて、え今から安田けで土地も探して、家も建てて、でもそれね、使ってったらもうなんか、いつ私一人になって管理できなくなったらどうしようって思うよりは、あのみんなで、ね、2000万とかも払って、1000万、2000万とか払って、 土地も家もセットのものを、で、自分の部屋もあってっていうね、そういう方が、なんかア先、なんか楽だなっていう人たちが、そういう、みんなで家を作っていけばいいと思うんですね。そういうのをね、これから10棟以上、多分やっていくと思いますので、えー、そういう基金は、多分また第2弾でやると思います。で、第1弾でそれで収めた人が、そこでまた、あの、持ち越しでね、その時にね、割引されるかもしれないし、 まあ、それの辺はちょっとまだどうなるか分かんないんですけれども、一応そういう計画、あと温泉掘りたいなと思ってますね、できれば。えー、一応温泉も掘って、温泉ベースで、えー、なんか村づくりをできたら理想的だなとは思ってるので、一応温泉費用とかもみんなで出して、あのー、掘るとかね、まあ、そういうことも考えてはいます。まあ、これはまあ土地が手に入った後、えー、具体的に進めていくことなので、 えー、来年以降になると思いますけれども。ということで最後にそういったあのこういう募集ね6月から一応始まる予定なので、えー、興味ある方はまた、ね、その時に詳しくホームページとかでちゃんと出してやってきますので、えー、ABC っていろいろありましたけどねあの寄付と基金とねあの代理みたいなのがありましたがまあ自分で直接でもいいしああの人なんか寄付してくれるかもしれないとか。 あの人、この基金に興味あるかもしれないとかっていう方がいたら、逆にね、ご紹介いただくとか、もしくはそういうね、企業とかのスポンサーでなんかやってくれる人がいたらね、そういう人も協力者として募集していきたいと思っています。っていうのも、エネルギーのこととかも今、実はえ水面下でいろいろコンタクト取って進めていて、エネルギーって何かって、そこの敷地内でえ発電する仕組みですね。 あのまあ、特に今、人工石油と言われている、ね、一生昔前にドリーム燃料というので、ね、ブームになりましたけれども、えー、それの大元のね人たちとも今話しこの構想はもう伝えているんですね、えー、そういうエネルギーの研究開発をしているチームとも今あの提携していてでこういうのをやった場合にそういうあの日本でねもう空気と水だけあの燃料が作れるま僕も工場も全部見に行ってますので。 実際見てきてますから、実際作れるんですね。で、そうすると、こう、ね、あの、軽油とか、あの、そういうのは全部作れるんですよ。灯油とか。自分の敷地で。水だけあれば作れるんですけど、で、ただ税金が払わなきゃいけない。一応、これ本当に出来上がっちゃうのが、本当に軽油とかになっちゃうんで、えー、日本の法律ではね、その作った時点で、作った量に対して税金がかけられちゃうんで、一応申告して、 税金は払わなきゃいけないんですがその分を入れたとしても、えー、今、ね、1kWh いたい30円前後東電とかも含めてするのがだいたい56円で進むんですその燃料を使って発電機を回して発電させると、まあ、今の56分の1ぐらいで電気も、あのー、使えるようになりますのでフリーエネルギーとまではいかないんですけれども、あのー、かなり格安で電気も使える仕組み とかで,えー、で、ああいう今ね、こう人工石油みたいなものも、実はどんどん今小型化の設計に入っていって、こういった100世帯とかで使えるサイズの、まあ要はコミュニティに1機あれば、そのコミュニティ全体の電気が賄えるような燃料とかね、あと、車も走らせられますからね、それがあればね。まあそうするとさっき言った歩かなくてもいいのかもしれないんですけども、まあ一応農業とかも含めて、えー、そういう燃料をね、自,自給できる。 体制っていうのも実はそういうチームとやってはいるんですが、まあそういう機会を入れるにしてもまたお金がかかったりもするんで、まあそういうのもね、そういうスポンサーがいてくれたりするとすごい助かるかなと思うし、えー、まあいろんなテクノロジーとかもね、この新しい村なんでね、そこに活かせる技術とか、まあ、建築も含めてね、どんどん新しいものを導入していって、で、ここが話題になればね、それは世界に向けて PR できるから、まあ、そういうのに興味ある企業とかいたら、じゃあ、 費用からしたら数億円なんて、本当にね、大した金額じゃない費用もいっぱいあるから、まあ、そこで実用化されてね、ここで宣伝効果になるんだったら協力したいですっていう、もし会社とかそういうとこがあれば、ぜひね、ご紹介もいただきたいなというふうに思っています。ということで、一旦長くなりましたけども、あのー、僕のね、今日のお話は終了となりますので、えー、何かご質問がある方がいらっしゃれば、あとちょっと受け付けますが、何か聞いてみたいことありますか 大丈夫です。大丈夫ですか、まあ、あの、個別でもまた後で聞いてもらえたらと思います。ということで、あのご清聴どうもありがとうございました。